はい、エビチャビチャ、皆さんご視聴ありがとうございます。すいません、今回はね、今めっちゃ泣いてます。なんでかっていうと、1時間ぐらい編集し終わったのにガチャ動画の動画全部消えたせいでちょっとクソ泣いたんで、ちょっと今回はもう皆さんに早くお届けしたかったので、テキストなしっていう方向でお願いします。基本的に喋りだけにはなるとは思うんで、よろしくお願いします。じゃあちょっとまたエビチャエビチャって言うと思うんですけど、そちらをご覧ください。すいません、お願いします。はい、エビチャエビチャ、皆さんご視聴ありがとうございます。早速 CS 動画とか言っちゃったわガチャの評価していきたいと思います。まずレアルとアトレチコとバイエルンとユーベですね。マドリードから見ていきましょう。ラモス、割とね戦場では使えるんだけど、全能力が2上がりですね。2上がりの、ジャンプが5上がりですね。まあフィジカルコンタクトとかないし、正直現環境だったらもう使いづらいかなって感じですね。まあライブアップデートが A だったら使えるかなって感じですかね。割と戦場として僕使ってたんですけど、使用感いいんで、まあ別に使ってもいいんじゃないかなって感じですね。次、風見ろ、間違いなく当たりですね。全能力2上がりのディフェンスセンス5上がりですね。ディフェンスセンスだけだよね。うん、 OK で、ここから3上がりなんで、うん、全然やれると思います。普通にライブアップでがいい州だったらジューベルトシルバーよりも強いんじゃないかなと思います。普通に風見ろは大当たりでいいと思います。次、ベンゼマ、全能力2上がりのボールコントロールが5上がりですね。で、ここから、3上がりかな、レベまで。まあラインブレーカーでそんなスピードいらないよーっていう人は使えるんじゃないかなとは思います。シューキャンとかも多分全然伸びないだろうし、使用感は全然いいんじゃないかなとは思います。ただ僕はちょっとスピードの数値気になるんで使わないとは思います。はい、次、バラン、まあまあ当たりでしょうこれはまあ強い、俺は持ってるからいらないんだけど、全能力2上がりのボールダッシュが5上がりですね。ここから4上がりぐらいするんで、まあ普通に最強ディフェンダーの一人にはなると思います。ライブアップデートが良ければ絶対使うべきだと思います。はい、次、クルトワ、まあここも当たりですね。全能力が1上がりの、ディフレクティングが4上がりですね。ゴールキーパー選手とかが4上がりとかだったら良かったんですけど、まあカンストしてるから別に、まあ前のクルトワとかよりはそんな強くないんじゃないかなと思います。ちょっと前のクルトワが何上がってるかまではちょっと分かんないんだけど、まあ普通にクルトワも当たりでしょう。僕持ってないんで欲しいです。モドリッチ、全能力1上がりのフライパスが4上がりですね。まあこれはフィジカルとスピードがない、よくあるあのウィーレでは使えないタイプの、ボランチにはなるので、正直当たっても使うべきではないとは思います。まあセンターハーフで使えばワンチャンあるかなって感じですかね。僕は使わないです。次、アセンシオ、おアセンシオ出たんだ。全能力3上がりのボールキープが6上がりと、スーパーサブ持ちでスキルも1個余ってるから、ワンパつけるなりダブルタッチつけるなりでもいいと思います。ミドルシュートライジングあるから、めっちゃミドルは入りそうな感じはします。まあ大当たりかな、大当たりの部類にはなると思います。スパサブでこの能力値で5上がりでしょう。バケモンだと思います。フィジカルがちょっとないのか気になるとは思うんですけど、まあトップ下のスパサブって結構貴重だから、アセンシオは普通に当たりだと思います。アセンシオって試合出てんのかな、ライブアップデートがどうなるか気になりますけど、普通に当たりだと思います。次、メンディ、全能力3上がりのディフェンスセンスが6上がりですね。ここから5上がりなんで、フィジカルも83かな、強いね、スタミナ96。はい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 、左サイドバックって結構そのいないから全然使えると思いますね。個人的にはワンパつけてみたいなって感じですね。メンディーも全然使えるレベルのサイドバックだと思います。メンディーも強いと思います。はい、次、アトレチコ見ていきましょう。アトレチコはそんな強い選手いないイメージなんですよね。ホブラックはちょっともう弱いです。フェリピ90まで上がってる、すげえ。全能力4上がりか、はいはいはい、あ強そう。全能力4上がりのジャンプが7上がりで、身長も191で、ここから4上がりだからフィジカルも90、まあ4とか3かな。
はいはい、スピードも83とかいくんで、ちょっと瞬発の数値が気になるんでぶっちぎられちゃいそうですけど、まあ全然ライプアップデが良ければ使えると思います。でフェリピって確か、まあアトレチコがめちゃくちゃ今季強いし、失点まずしないからライプアップデすごい期待できるし、フェリピは全然レベル上げてもいいレベルなんじゃないかなとは思います。うん、フェリピ強いと思います。トリッピア、全能力4上がりのグランドアパスが7上がりの、スキルは半端ないんだ。まあちょっとスピードもフィジカルも足りないんで、サイドバックしかし、しかも右サイドバックしかできないっていうのがマイナスなんで、当たっても使わないかなとは思います。次サビッチ、全能力3上がりのアグレッシブネスが6上がり、ここからレベルまで4上がりですね。これもまあちょっとフェリピよりは弱いかなって感じですね。身長も187なんで、右サイドバックで奥にしてもちょっとドリブルの数値足りないんで、まあサビッチ以外がライブアップで悪ければまあ使うかなっていうレベルと思います。前回言った、アタランタのパロミーノとかに似てるような感じだとは思います。スキルインターセプトないんでつけましょう。コレア、全能力3上がりのスピードが6上がりですね。でここから5上がりということなので、まあちょっとキック力と決定力の数値が低いんで、結構使ってみたらあれ結構ぶっ飛ばされるし、結構スピードも99とかいけば速いなってなるけど、これの数値だったらきついかなとは思います。まあスパサブつけたらワンチャントップ下の控えとして扱えるかなって感じはしますけど、別に当たっても喜ばないかなって感じですね。そんな強くないと思います。レイラ、全能力3上がりのボール出しが6上がりで、まあちょっとね、身長がこれだけちっちゃいときついっていうのと、プレースタイルがアンカーだったら使えたんですけど、ハードプレスなんできついかなとは思います。フィジカルもないし、結構厳しいタイプのセンターハーフかなとは思いますね。トレーラーも外れだと思います。ジュエゴ・コスタちょっと気になる。アグレッシブネス高っ。まあそうだよね、コスタだもんね。全能力が3上がりのフィジカルが6上がりですね。ボックストライカーここから4上がりですね。まあ別に使えなくはないかなと思います。一応フィジカルもこれで97までいくかな、97までいくし、スピードはそんなに、こういうタイプはまあこれの数字だったらやれないことはないかなって感じです。まあボックスストライカーの動きが好きなのであれば使えるかなって感じですかね。僕は使わないと思います。ダブルタッチ持ってるのが一番謎です。フェリックス、全能力が2上がりのオフェンスセンスが5上がりですね。個人的にはなんかいろんな人フェリックス育てたりしてるとは思うんですけど、個人的には外れだと思ってます。理由としてはフィジカルがまあ、レベマにしても弱いっていうか、ここから6から7上がりなんで、フィジカルも72までしかいかないし、スピードも90いかないし、決定力もちょっと中途半端、90ぐらいしかいかないんで、でスキルでね、スパサブとかつけれれば使ったと思うんですけど、別にレベマにする価値まではないのかなとは思ってます。はい、そんな感じですかね。はい、次バイエルンですね。ここアラバいたらマジで欲しいんだけど、いるのかな、あれいなさそう。はい、ノイヤー、ノイヤーはまあ強いとは思います普通に。ただノイヤーのあの AI のわけわかんなくてこう前にバン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 出る、謎の AI があるんで、あれマニュアルで蹴られたら終わりなんで、まあそれをあんまされないとは思うんで、まあ別にそんなに悪くはないんじゃないかなと思います。ライブアップデが良ければ全然使うかなって思います僕は。なので別に外れでは全然ないと思います。キミッヒ、全能力が1上がりの1上がりのどこだ、まあ、ボールダッシュが4上がりですね。まあスピードもフィジカルもないしと言いたいところなんだけど、個人的にめちゃくちゃキミッヒの使用感が良くて、ここから4から5上がりで、まあ、フィジカルも75いくしスピードも85いくんで、まあ、正直当てられるときついかなっていう部分もすごいいっぱいあるんだけど、先々月のあのペスリーグで僕キミッヒずっと右サイドバックで使ってたんで、何よりこの選手はワンパ持ってて、スルーパス持ってて、このピンポー持ってて、バックスピンロブ持ってて、インターセプトもあって、このスキルが優秀だっていうところとパスの数値がすごい優秀なので、
全然右サイドバックとして使うのはありだと思います。そのさっき言ったトリッピアとかと変わんないっていう人は、そのワンパとかスルーパスとかピンポとかの差ですかね。キミッヒは普通に当たりです。以上、ニャブリ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 、全能力1上がりの、全能力1上がりのグランダーパスが6上がりという、あ、4上がりか。まあワンシューニエーシー、ワンパ持ってるのがニャブリの強さなんだけど、ここから5上がりなんで、まあスピードもフィジカルもいい感じになると思うんですけど、ただやっぱ決定力がちょっと気になるかなとは思うので、まあライブアップが良ければ全然 CF として使えるとは思うんですけど、まあ、これもレベル上げるのはめんどくせえかなって感じはしますね。ただまあ使用感は非常にいいので強いとは思います。ただそのワンシュー、ワンタッチで打った時に、それ入んねえのかよとか、抜け出した時に普通に決定力の低さで1対1外したりすることがありそうなんで、そう考えるとちょっときついかなっていうのは正直なところです。次、サネ。サネ来てるやん。全能力が2上がりのドリブルが5上がりですね。ここから、5上がりなんで、うん、強いですね。ワンシューワンパ持ってて、さらにスパサブということで、決定力も87あって、キック力も92、スピードカンスト、うん、当たりですね。トップ下の控えとして非常に欲しい選手でありますね。割と身長もあるんで蹴ってくれそうだし、まあ、ジャンプ低いけど、まあ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 全然使えますね。強いと思います。サネ当たりです。おっ、おっと、これは期待できるぞ。ジューレ、これ絶対強いわ。これは強い、これ絶対強い、絶対欲しい。インセプつければマジで強いと思います。既存の戦場だったら個人的に一番強いと思ってます。それぐらい強い、ジューレは。結構破格。身長195あって。あー、欲しいな、これ。フィジコンもカンスト、スピードも83ある。瞬発がちょっと少ないけど、十分やれると思います。既存で最強なんで、マイクラでも最強だと思います。普通にキャンベルみたいな、ちょっと遅いキャンベルみたいな感じで使えると思います。うん。強いです。キャンベルだね。本当にキャンベルに似たような能力値って感じですかね。はい、ジューレ当たりです。ミュラー、全能力1上がりの、1上がりだっけ、あ、ヘリングは4上がりですね。デコイラン、スパサブ、ワンシュー持ち。あ、ミュラーは動き出しめちゃくちゃいいっていうところと、まあクロップ個人的には、まあ、トップ下の控えとして出してもいいし、もし 3CF でが来て 1ST が使えたら、デコイランの個人的にセカンドトップの動きめちゃくちゃ好きなんで、そこだったら普通にガチスカにも入るかなっていうレベルだと思ってます。まあその 3CF が出たら使うかなって感じですかね。まあ、動き出しがめちゃくちゃいいんですよね。ここが 何よりも差別点です、デコイランの。はい、なので 3CF 来たら使います。これですか。まあ当たりでしょう。全能力2上がりの、どこ、これ探すのめんどくさいよな、毎回思うんだけど見当たんないんですけど。決定力か、決定力が5上がりですね。189でサイズもあって、まあ全体的にもう強い。スピード90超えて、フィジカルも92超えて、うん、強い強い。もうこういうなんか全能力が80後半いってますよみたいな選手は基本強いんで、まあ当たりでしょう。ライブアップデートが良ければ普通にネドベド、まあネドベドと比べると決定力ないからちょっと気になるけど、なんだろうな、結構難しいな。ネドベドとベッカムがいたら結局劣化になっちゃうから、まあ、フィジカルに差はあるにしても、まあ、ネドベドとかをトップ下とかで使ってる、ベッカもネドベドとかをトップ下で使ってセンターハーフが余ってるよっていう人は使うべきかなとは思います。まあ、身長があるからね、ここは差別点にあると思うから、そこはまあ使ってみてだとは思います。まあ、これつかまたりでしょう。デイビース、全能力3上がりの、3上がりのだけかな、3上がりだけ？あ、スタミナが6上がりですね。うん、いい強化点。ここからレベまで8上がりぐらいかな。8上がりぐらいするんで、フィジカルも85いって、スタミナも97。はい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 。使
スキルも優秀、インセプトついてる。うん、デイビス当たりだと思いますね。ただ、既存使ってて思うのが、デイビスってめちゃくちゃグランダーパスの数字が低いんで、そこが気になるかなーって感じですかね。こうパス出した時にずれたりすることがありそうだし、ワンパもつけれないから、まあただサイドバックとしては非常に優秀な能力はしてるとは思うので、デイビスもまあ当たりじゃないかなと思います。ただちょっと何試合か試してみてからレベル上げる方がいいと思います。結構使用感あると思うんで、ただ能力だけ見たら普通にサイドバックとしては強いと思います。はい、じゃあ次最後かな、ユーベですね。ロナウドいんのかな。ロナウドいるね。どこ上がりロナウド、全能力が1上がりのオフェ戦4上がりロナウドだね。まあ普通にアイコニック使えばいいかなって感じはしますね。ライブアップテがいい週であれば使っていいと思います。僕も先週はこっちのロナウド使ってました。ライブアップテが A だったので、まあ普通にそのライブアップテ次第かなって感じですかね。 B だったらアイコニックでいいと思います。シチェスニー、これも強いんですよね。全能力が2上がりのクリアリングが5上がり、で身長195ということで、個人的に攻撃的だったら、ドンナルンマ以上、まあドンナルンマぐらいの強さはあると思ってます。なので相手にシチェスにいるとすごい嫌なんですよね。でここから4上がりなんで、ほぼほぼカンスト、キャッチングとクリアリング以外はカンストに行くのかな。うん、強いと思います。普通に攻撃的ゴールキーパーで、ドンちゃんがあのライブアップで良くない週であれば代わりでシチェスに使えると思います。ラムジー弱いだろうな。全能力3上がりの、全能力3上がりのボールキープが6上がりということで、2列目からここがスキルが残念なんだよね。ちょっとワンパ持ってないしきついかなって感じはしますね。スピードもフィジカルもないんで、ラムジーは外れです。きたー、もらったー。全能力3上がり、こいつバケモンだからな。でヘディングが6上がりですね。ここから4上がりですね。まあモラタはね、数値以上の強さなんですよね。まあ相手にいるとうざい、臭い、まあまあ何よりなんか早いしうざいしみたいな。でスキルも1個空いてるんで、ワンパつけるなりライジングシューズつけるなり、うん、強い、全然強いです。なんかね、モラタはなんか能力値以上の臭さあるんで、全然もう喜ん、大めっちゃ喜んでいいレベルだと思います。モラタは当たりです。ダイバフでも良さそうだしね。今年ずっと調子いいから。アルドゥール全能力が2上がりの、ね、フライパスが5上がりですね。でワンスキルは割と優秀なんですよね。でここから5上がりぐらいなんで、フィジカルも90ぐらい、80か。まあまあまあ、さっき言ったいつも通りのあれだね。センターハーフはネドベドとベッカムを比較してみて、その2人を使うんであれば別に使わないでいいかなって感じですね。空いてるんだったら使えるかなって感じです。まあ正直言うとゴレツカよりは全然弱いと思います。なのでそんな強くないと思います。ボヌッチ全能力1上がり、1上がりなのが残念。あ、きつい。スピードとフィジカルがもうないんで厳しいと思いますね。ジャンプが4上がりですかね。うん、スピードフィジカルがちょっと足りないんで、ボヌッチは外れです。ダニエロ全能力が4上がりの、スタミナが7上がり、両サイドバックできる。ここからレベまで4上がり、身長も184。うん、割と強いと思います。スピードも80、まあちょっとスピード足りないかなって部分はありますけど、フィジカルも、まあ、84あるし、両サイドバックできるし、ライブアップでが優秀でそのサイドバックがいないような感じであれば、その控えとして置く価値はあるかなと思います。ただちょっと実際、うん、どうかなって感じなんで、まあ、控えとしては合格点ラインですからね。次また来てるやん、クルセフさん。全能力が2上がりの、ボールコントロールが5上がりですね。なんかどんどんクルセフスキが強くなるんですよね。最初75のチャンメだったのが79のインサイドレシーバーになって、でかつ今度は81になったのかな、80か81になって、なぜかダブルタッチも習得するっていう、このコナミさんがめっちゃクルセフスキを優遇してるというね。ここから8上がりなんで、スピードも95、フィジカルも88。前のクルセフスキよりは弱いのかな、確か87とかあったよね、前のクルセフスキは。ただまあ普通に強いと思います。トップ下で置くか、あとなんかウイングのインサイドレシーバーの動きがちょっと強いみたいで、もし3トップ使うのであれば、そのインサイドレシーバーとして右ウイングでなり使うのは結構ありだとは思います。まあクルセフスキは全然当たりですね。はい、ということでちょっと評価長くなりましたが、早速引いていきたいと思います。じゃあレアルから引いていきます。
長いから大変だよね、これ。ここはいっぱいいるね。風見色クルトワあたりが欲しいですかね。誰かな。バラン4番誰だろう。風見色。おお、風見色だ。よっしゃー、やったー。シューバにカールアンカー来た。これは嬉しい。あとはクルトワかな。バラン持ってるからいらないし、他はいらないかな。こい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 。左利きって誰だ。アセンションじゃね。やったー。なんか俺めっちゃスパサブ当たるな。アセンションも当たりだったわ。スパサブの当たり率がやばい。俺ほぼほぼスパサブ持ってんだけど、ビビるわ自分で。あとはクルトワだね。なんかほんと異常、サネ以外持ってんじゃないかな俺スパサブ。はい、右足風見ろかな。よしよし、レベル上げられる。よ、マジ神引きやん、嬉しい。アトレチコはスルーしてもいいかなって感じなんですよね。誰もいらない、ここ飛ばします。ヘリピーぐらいかな。アトレチコ、いや、アトレチコ引かないです。ちょっともったいないわコインが。バイルン引きます。アトレチコ本当に当たりいないと思うから。いなかったよね。いらないです。ジューレだね。ジューレが欲しい。はい、神ビビるわ。なんかやっぱ本当無欲だと当たるもんだね、こういう感じで。もう飛ばそう、もう時間長いしな。まあ、はい、まあ、分かんないわ、飛ばさないでいいや。すいません。はい、デイビース、デイビース持ってたっけな俺。レベル上げんのめんどくせー。ライブアップデが良くないと使えないかな。あとはまあジューレでいいかなって感じかな。はい、何これ神様かよ、レベ上げめっちゃ楽やん。あ、間違えた、ごめんなさい。もらった、もらった、もらった、ふうふう、もらった、もらった。高収入だよー。で、なんかこうやってもらったとか言ってるから、多分ね欲が出てるから当たんないんだよね。ボヌッチ、ボヌッチのあのなんかちょっと前だっけ、5、6年前にさ、強盗に襲われたのに拳銃奪い取って早く帰れよみたいなこと言ったエピソードが好きです。もらったー、もらったー、もらったー、もらったー。ダニーロ、さすがにこんな神引きはさしてくれないよね、さすがに。あー、プルセフスキもいんのか。だよー。はい、外れました。まあまあまあ、ジューレと風見ろ当たったから全然いい。アセンションも当たったしね。はい、ってことで今回はこんな感じで終わりにします。まあアトレチコは引かなくていいかなって感じですかね。それ以外だったら全然引いてもいいガチャだと思います。ということで今回は終わりにします。よければね、チャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。